脳の異常により発作が起こる転換。薬で発作を抑えられないおよそ3割の患者のうち、一部には発作の原因となる脳の領域を切除する外科治療が行われています。しかしその領域は人によって異なり、特定が難しいことが課題でした。京都大学の池田教授らは今回5つの施設で共同研究を行い、転換発作の時、患者の脳内で特定の脳波の変動と脳の活動が起きていることを確認。この2つが起こった場所をそれぞれ切除した結果、発作が完全になくなった人がどちらも7割を超える結果となりました。手術の予後を含めて、本当に有効だということを言えたのは初めてです。将来的な転換発作の予測あるいは予知などにも役立てる非常に汎用性のある研究あるいは方法ではあると思っ